日本最南端、八重山の海開きが3月20日、竹富島でありました。八重山諸島では毎年、3月下旬に合同で海開きを行っており、竹富島での開催は11年ぶりです。新型コロナの影響により、昨年は関係者のみで行われましたが、今年は対策を講じた上で一般公開されました。最高気温27度、快晴にも恵まれ、近年ない絶好のコンディションでの開催となりました。午前9時過ぎ、竹富島の6人の神司が、今年1年の海の安全を祈願します。タヒチアンダンスのアトラクションに続き、竹富小中学校の子供たちが海開きを宣言します。今、ここに2021年八重山の海開きを宣言します。市長、町長らがテープカットし、子供たちが海へ向かって駆け出します。テープカットの皆様は、お話しで。海上保安庁のヘリコプターが展示飛行に来ました。ヨットの体験搭乗や宝探しなどのイベントもありました。海開きでは毎年ミス八重山が選出されており、今年も第42代の3人が選出されました。42代ミス八重山、盛大な拍手をお願いいたします。愛する八重山諸島の観光親善大使として活動できること、大変嬉しく思っております。八重山諸島の美しい自然や文化、伝統芸能などたくさんの魅力を沖縄県内外、国内外の多くの皆様にお伝えしていきたいです。最後に向かい座時計さんによる三振ライブがありました。ご視聴ありがとうございました。